なぎのおいとま 10.3% それが第1話の視聴率、この前のクールのインハンドの初回 11.3% には及ばなかったもののね、一応2桁発信、で、内容に関しては例えばウェブサイトリアルサウンド映画部7月26日付ではこんな解説が、黒木春扮する主人公大島凪が第1話内で視覚的に劇的変化を遂げていたが、髪型が変わるだけで人というものはこうも違う印象になるのかというにわかには信じがたい衝撃映像でもあった。凪はただただ嫌われたくない、波風を立てたくないという一心で、あるのかないのかもわからない空気をひたすら読み、周囲の顔色ばかり伺いながらひっそりと暮らすを終えるだ。その様はまるで昔からのひどい天然パーマをひた隠しにするために毎月ストレートパーマを当て、毎朝1時間かけてコテで髪をまっすぐに伸ばすけなげな彼女の姿に重なる。凪がストレートヘアにするのは特段そこにこだわりや自信があるのではない、自身のアラをリセットする隠すことが主たる目的で、その行為は彼女にとってプラスを生み出すわけではなく、ただ秩序を乱さぬように、悪目立ちせぬように、人並みになれるように、マイナスをスタート地点に戻す毎日の儀式であるかのようだ。そんな涙ぐましい努力の賜物である凪のストレートヘアを、俺は凪のまっすぐで綺麗な髪の毛が好きと褒めてくれたのも彼氏である我門慎二なら、凪にその努力を放棄させたのもまた彼の心ない一言だった。この慎二という男、空気は作るもの、読む側に回ったら負けでしょと言って捨ててしまえるくらいにそつなく立ち回れてしまう、会社の中でもエース的な存在のようだ。ただ同僚の前や客先での彼の顔にはビジネススマイルが張り付いており、その心には何重ものガードが張られているように見える。おそらく相手が考えていることや相手が求めている自分のあるべき姿を瞬時に察知できてしまう心理は、一部の隙もなく先回りばかりしていて本当の自分が誰かに受け入れてもらえるなんてことは鼻から諦めている、あるいはそもそも考えたこともなさそうだ。そんな慎二にとっては読めない空気を必死に読もうとして、それでも読み違えて四苦八苦している不器用な凪は最後の砦で、ある意味救いだったのかもしれない。その場にふさわしい最適解な振る舞いができる慎二からすれば、対局にいる凪は哀れむべき存在であり、歯がゆくもあり、ただ一方で尊くもある存在だったのかもしれない。またそんな凪は自分の前で見せる顔には限りなく嘘偽りがないとわかるからこそ、自分はどこかに置いてきてしまったその明けすけな心のありように真っ向からは対峙できず、時に踏みにじるようなことをして試してしまう側面もあるのではないだろうか。そんな誰に対しても従属的だった凪が突如として自分の意思で動き始めたものだから、焦り始めたのは慎二の方だ。しかも凪が自分と一緒にいた理由がパッとしない生活からの脱却の切り札としての結婚という多少不純な動機があったことを知って、計算高さとは無縁だと思っていた彼女像が少しずつぐらつき始める。お前は絶対変われないと凪に呪文のように囁くのは、空気を作る側に見せかけて実は誰よりも空気を敏感に読み、晒され続けている自分自身にかけられた呪縛から凪だけが自由に解き放たれることへの苛立ち、許せなさ、寂しさの裏返しのようにも思えてしまう。とにかくこれまで固くなに生活のルーティーンとして守り貫いてきたストレートヘアを手放した凪の姿には、まさに自分を偽るのをやめてありのまま生きていこうとする決意と覚悟が見て取れる。同一人物とは思えぬその変化感が画面越しに視覚的にも伝わってきて、視聴者としては応援せずにはいられなくなる。そして慎二がなぜそこまで凪に執着するのか、また慎二自身が抱えているであろう深い闇、その原体験も気になるところだ。で、一方ね、ウェブサイト日刊再造7月24日付によると、第1話の序盤ではお茶の間が硬直する場面があったという、とあるテレビ誌ライターによると、シンジが凪の家で食事を終え、ああ世界の三大欲求の食欲が満たされたわ、残るは睡眠とあと一つなんだっけと言った後、ねえ凪してと彼女の頭をつかみ、口での行為を要求するシーンがありました。これには視聴者から、いきなり、家族と見ているのに気まずい、とお茶の間に微妙な空気が走ったようです。
深夜ドラマならいざ知らず、22時台のドラマですから、少し刺激が強すぎたようです。とはいえ、インパクトは十分だっただけに、2話目以降、視聴率はさらなる上昇が期待できそうだ。なるほどね。ふん。ということで、とにもかくにも、なぎのおいとま、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。